飼育員を困らせてしまいます。猿は本来ボスを中心とした母系社会です。しっかりしたボスがいれば喧嘩の仲裁をして、12月に初めて猿たちが入ると冬は茶色に変色します。それだけ体が汚れていたのでしょう。温泉に入ると体がきれいになるほか、耐えきれず夜間でもこっそり温泉に浸かって体を温めています。毛が抜けている猿ほど温泉によく入っていたということになります。消防自動車と同じホースを使用して、まず排泄物をよく洗い流します。猿山の猿たちの生態をよく知っていただくために、食事や洗濯、温泉の入り方、面白い例などを解説いたします。猿たちを眺めながらどうぞお楽しみください。
到着です。